こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は山頂火星滑らかなりです。これは山を火炎輝き山頂火星滑らかなりによる言葉で、意味は山桜が燃えるような勢いで賑やかに咲き乱れ、山鳥が楽しそうにさえずっているということ。春爛漫の頃を迎えて、至るところに新たな息吹が生まれる山中のこの上ない喜びに包まれた情景を表します。それでは今から山頂火星滑らかなりを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。